ライオン、森の王者トラ、陸上最速のランナーチーター、美しき忍者ヒョウ、私たちにも馴染みの深いこうした動物たちはみんな猫の仲間たちです。今日の主役は彼ら猫科の動物たち。世界中には他にもジャガーやピューマなどたくさんの仲間が暮らしています。猫の仲間たちに共通すること、それは狩りで獲物を取る究極のハンターだということです。スピードで勝負するもの、木登りの技と力で勝負するものなど、それぞれ巧みなテクニックを駆使して狩りを成功させます。陸の王者として君臨する誇り高いハンター猫の仲間たち、研ぎ澄まされた究極の狩りを見つめました。ちょっとあれご覧ください。ライオンです。ライオンだけれどもインドライオンです。子供が生まれたばっかりです。全部で6頭います。ついこの間一般公開されて大変な人気を呼んでいます。インドライオン、あの子供たちを見るライオンの目、なんかこう優しいお父ちゃんって顔になってますよね。さて、私たちがよく知っている人気のある動物っていうとどんなものを思い浮かべますか？後ろにいるライオン、その他にトラ、チーター、ヒョウ、ジャガー、ピューマ、こんなもんでしょうかね。今挙げた人気の動物たちは一つの共通点があります。そう、みんな猫の仲間ですよね。猫科の動物たちです。私たちの身の回りにも猫がいます。家猫、あれもそうですね。ライオンもトラもみんな家猫と同じ仲間なんです。猫の仲間に共通する特徴って何だか分かりますか？そうです、肉を食います。みんな肉食で野生のハンター、狩りの天才なんです。家猫だってネズミを捕る天才ですよね。それと同じように野生の大地で猫の仲間たちは肉食動物の本能、その最大限に発揮させているんです。猫の仲間たちは一体どんな狩りの仕方をしているんでしょうか。今日は猫の狩りの世界をたっぷりとご覧いただきます。前に出ます田村、一撃必殺の技。猫の仲間たちも一撃必殺の狩りのテクニックで過酷な生存競争を生き抜いてきました。これはアフリカからアジアにかけての広い範囲に生息しているヒョウです。森の木立に隠れながら獲物に近づき襲いかかります。新大陸にもネコ科のハンターがいます。北アメリカの針葉樹の森にいるのはピューマ。雪の上でも素早く動き回り、ウサギやシカなどを捕らえます。斑点模様の美しいジャガー、アマゾンなど中南米の熱帯雨林に暮らしています。森に住むシカやナマケモノといった哺乳類のほか、カメやワニなども捕まえて食べます。この他にもヨーロッパオオヤマネコやイリオモテヤマネコ、そしてトラなど、世界中に35種の猫の仲間が暮らしています。彼らのほとんどは森が生活の舞台です。
森に住み、森の動物たちを獲物として捕らえる、まさに森のハンターなのです。最も猫らしい猫が森の王者、そう、トラです。トラはアジアの森に暮らしています。猫の仲間としては最大、大きなものでは全長3メートルにもなります。巨大な体を生かして牛やイノシシなどの大型動物も仕留めることができます。トラの暮らすインド北西部ラジャスタンの森です。森の恵みにたくさんの草食動物が集まってきます。トラはその草食動物を捕らえることで生きています。猫の仲間の特徴は、まずこのトラのように森に暮らすことです。獲物を狙うには開けた草原よりも隠れる場所の多い森の中の方が適しているのです。森で身を隠すのには体の表面の黒い縦縞模様が効果を発揮します。日差しと木の影が作るコントラスト、そこに縦縞が溶け込んで虎は目立たなくなります。そして猫の仲間のほとんどは単独で行動します。狩りをするときは一頭だけで行う方が目立たないからです。獲物を見つけると姿勢を低くしてこっそりと近づいていきます。この忍び寄りも猫の仲間の特徴の一つです。足の筋力が強く大きな瞬発力を発揮できます。相手に気づかれないよう獲物に近づけるだけ近づいて一気に襲いかかります。獲物に襲いかかれば一撃必殺、喉元をわずか一噛みで仕留めます。一瞬のうちに首の骨の位置を探り当て、骨の隙間に鋭い牙を差し込めば脊髄神経が切断され、獲物は苦しまずに瞬時に息絶えます。抵抗されて虎が傷を負うこともありません。虎の顎は100キロを超える獲物をそのまま引きずることもできるほど強力です。森に単独で暮らし、獲物に忍び寄り一撃必殺で仕留める、これこそ猫の猫たる特徴なのです。こうした猫の仲間たちはどのような進化を遂げてきたのでしょうか。トラをはじめとした猫科の動物たちには共通の祖先がいます。それはこの大きさがわずかに20センチから40センチほどの動物です。イタチに形の似たミヤキス。ミヤキスが生きていたのはおよそ5000万年前です。主に森の木の上で暮らしていた肉食動物ではないかと考えられています。
実はミヤキスはネコ科動物の祖先というだけでなく、クマ科の動物やオオカミなど犬科の動物といった陸上の肉食哺乳類の共通の祖先でもあります。ところが進化の過程で食べるものに違いが現れてきました。例えばこのヒグマは動物の肉も食べますが、その一方で草の葉なども好んで食べます。つまり雑食性なのです。犬科の動物であるオオカミ、鹿などを食べる肉食ですが、植物を食べることもあります。しかし猫科動物は家猫を除けば動物の肉しか食べません。彼らは狩りをして得た獲物だけを食べるという肉食性の極限をとことん追求した動物たちなのです。このため進化の過程で顔形も肉食動物ならではのものに変化していきました。国立科学博物館には哺乳類の標本だけでも4万点以上が保管されています。動物第一研究室の遠藤秀樹さんに猫の仲間の頭の特徴を教えていただきました。これは虎の頭の骨です。長さ6センチほどもある大きな牙が目につきます。この骨を犬科の動物であるオオカミの頭の骨と比べてみます。典型的な肉食獣の頭の骨を見てみたいと思うんですが、これがオオカミなんですね。犬の仲間、犬科になりますけれども、開けてみますと歯が見えてきます。ここに非常によく目立つのが大きな剣歯、牙ですけれども、この牙でもって捕らえたいものを刺し殺すことができるんですね。でさらにこの後ろにたくさん臼歯、奥歯が並んでいます。でこれは基本的には獲物の肉を切り裂くという動きを取るんですけれども、この仲間は実は、植物や昆虫などいろいろな食べ物を食べることができます。でその際にですね、こういうたくさん臼歯を残していて、ただ肉を切り裂くだけではなくて、奥歯でもっていろいろな噛み方ができるという、そういう可能性を残したグループだということができると思うんです。で次に猫の仲間になりますが、トラですね。犬の仲間とは歯が大きく違っております。ここの牙が大きな牙がありまして、これで獲物を殺しているということに関しても同じなんですが、奥はですね、臼歯、これが非常に数が減ってしまっています。肉を切り裂けば、いいという歯並びですので、多くの歯を残して他のものを食べるという可能性を残す必要がないんですね。でこの歯でもって、捕らえた獲物の肉を切り裂くということに完全に特殊化したのが、猫の進化の秘訣だったと思います。歯や顎を肉しか食べられない形に進化させた猫の仲間たち。彼らは森で狩りの技を磨き、森の王者として君臨していったのです。いや、猫たちの狩り凄みを感じますよね。こそーっと忍び寄って、それで一撃必殺、すごいですよね。森の王者にふさわしい、本当にあの狩りです。私は今、横浜動物園のズーラシアに来ています。ちょっとこちらご覧ください。スマトラトラです。スマトラトラです。すごいですね。これだけ近くで見ると、なんかこっちが体がこうすくんでしまうような、そんな感じです。あ、もう一頭来た。うわー、なんかこれだけそばで見るとドキドキしますよね。それから皆さん、あの虎の体にある縦の縞模様を注目してください。この縦縞、これが林の中入ると光の陰影に実にこううまく溶け込むんですね。そして獲物たちにこの姿を気取られることなく近寄ることができる。
すごいですね。そして近寄って一気にそれに飛びかかって一撃で相手を倒してしまう。うわ、森の王者として君臨してきたこの猫の仲間たち。しかしこの猫の中には果敢にも森から出て行って平原に挑むものが出てくるんですね。お待たせしました、いよいよです。チーター、ヒョウ、ライオンの登場です。この虎のように隠れようにも平原にはその隠れる場所がありません。そんな森の中での狩りのテクニックが通用しない平原で、彼らは一体どんな手段でどんな技で生き残ろうとしているんでしょうか。森から平原へ。平原にはすでに多くの草食動物が群れをなして進出していました。しかし獲物はいても、平原には隠れるところが少なく、獲物にも簡単に気づかれてしまいます。狩りをする動物たちにとって平原はとても不利です。そこで長距離ランナーのような持久力を身につけ、群れを作って獲物を延々と追跡して狩りを行う動物が現れました。イヌ科の動物たちです。森で進化したネコ科と違って、イヌ科は平原に出てその勢いを広げてきました。これはアフリカオカバンゴ湿原に暮らすリカオンです。リカオンは狩りの時必ず群れで獲物を追いかけます。群れは普通十数頭、猫と違い獲物に姿を晒した上で延々と追跡するのです。走る速さは猫に比べ決して速くはありません。しかしひとたび追跡を始めると休まず5キロも獲物を追いかけます。しつこい追跡に獲物が根負けしてスピードを弱めました。そこに群れが一斉に襲いかかります。このリカオンのように犬の仲間の多くは群れを作る長距離ランナー型のハンターとして平原で生き残ってきたのです。一方猫の仲間は獲物との距離を詰めた上で一気に襲いかかる瞬発力が命です。持久力はほとんどありません。猫の仲間が平原で生き残るためには何か別の能力を身につけなければなりません。アフリカ・タンザニアのセレンゲティ平原です。ここには森を出て平原で生きることを選んだ猫の仲間たちが暮らしています。チーターです。ガゼルの群れにチーターが狙いを定めました。リカオンのような持久力を持たないチーターは少しでも獲物に近づく必要があります。背の高い草むらを利用してチーターは一歩一歩静かにガゼルの群れへと近づいていきます。なんとか50メートルほどの距離まで間合いを詰めました。しかし森に比べ隠れるところの少ない平原ではこれ以上近づくことはできません。
一瞬の隙をつき、時速70キロもの猛スピードで襲いかかります。チーターは動物の中で最も速いランナーです。チーターは森に暮らす猫の能力に加えて、ものすごいスピードで一気に走るという短距離ランナーの能力を獲得しました。獲物までの距離が離れていても、そのスピードで確実に追いつけるのです。シドニーオリンピック陸上男子100メートル走の金メダリストは、人類最速の男、モーリス・グリーン。記録は9秒87です。一方、チーターは100メートルを3秒50、最高速度はなんと時速110キロにもなります。チーターの圧勝です。チーターは、その秘密は背骨の構造にあります。背骨が非常に柔軟に曲がるため、前足が離れるときにはすでに後ろ足が前まで来て、力強く地面を蹴ることができます。このため、まるでバネのような瞬発力で超高速のスピードを出せるのです。スタートダッシュに成功して獲物に襲いかかることができれば、あとは他の猫の仲間と同じように肉食特有の歯と顎がものを言います。捕らえた獲物はお腹を空かせた子供、さらにそこへブチハイエナが現れ、獲物を横取りしてしまいました。狩りを確実にするための切り札、それが他の動物に真似のできない高速スピードなのです。森を捨てて平原に進出したチーターは、脚力を身につけることで生き抜いてきたのです。チーターのようなスピード勝負ではなく、別の能力を身につけた猫の仲間がいます。ヒョウです。ヒョウは森にも住んでいますが、一方で平原に進出を果たしたものもいます。森で生きてきた性質を残しているのでしょうか。サバンナでも高い木をうまく利用して暮らしています。この木登り上手という特徴が、ヒョウの平原での狩りに欠かせない能力なのです。ガゼルの群れです。木の上からじっと見つめます。そして平原の中でも数少ない背の高い草むらを隠れ場所に選びます。獲物にじわじわと忍び寄ります。画面の中央部には、実はヒョウが潜んでいます。まるで忍者のように姿が見えません。
頭を上げました。ヒョウは一気にガゼルに襲いかかります。取った獲物は他の肉食動物たちに奪われないように木の上へと運びます。力強い足、鋭い爪、そして頑強な顎の力だけで15キロもあるガゼルを軽々と運び上げてしまいます。ハイエナがやってきました。ハイエナは木には登れません。それでもヒョウの獲物を何とか横取りできないか下から機会を伺います。ヒョウは木の上からハイエナを激しく威嚇します。ついにハイエナは諦め、落ちていた獲物の骨だけを拾っていきました。隠れる場所の少ない平原では、ヒョウが狩りをできる場所は限られています。木登りのうまさを生かし、獲物を木の上に運び、確実に自分のものにする作戦で生き残ってきたのです。ある調査では、6頭もの獲物を木の上に溜め込んでいるのが見つかったこともあります。ヒョウは木登り上手という森にいた頃の潜在能力を存分に生かして、サバンナでも巧みに生き抜いているのです。サバンナには百獣の王と呼ばれる最強のハンターがいます。そう、ライオンです。ライオンはヌーや水牛などの大型動物でさえ倒します。トラと並ぶ最大級のネコ科動物です。ライオンの特徴は、猫が本来取るはずの単独行動をせず、あえて大きな群れを作っていることです。大抵数頭のオスとたくさんのメス、そして子供たちが群れを作って暮らしています。体が大きい分、平原で目立ちやすいライオンは単独行動だと子供が狙われやすくなります。そこで群れを作ることで安全に子育てをすることができるのです。シマウマがいます。メスたちが早速狩りに挑みます。ところがオスは狩りに参加しようとしません。2メートルを優に越す大きな体と立派なたてがみが平原の狩りでは目立ちすぎるのです。代わりに群れのメス全員が一緒に狩りに出ていきます。シマウマを捕らえました。体重300キロを超える大きなシマウマもライオンに首を噛まれたら終わりです。ライオンの狩りは群れで挑む方が単独の時より成功率が高くなるといいます。ここで狩りの一部始終を見ていたオスが悠然と近づいてきます。
そのままメスが捕らえた獲物を食べ始めました。メスもそれをとがめる様子はありません。群れのオスはメスたちの狩りのおかげでこうして獲物にありつくことができるのです。狩りをしようとしないオスは群れの中で一体どんな役割を果たしているのでしょうか。夜の闇を進むヌーの大群です。今度も狩りをするのは群れにいるメスライオンたちです。素早くヌーの喉元に噛みつき引き倒します。体重200キロを超えるヌーをメス全員で見事に仕留めました。群れでの狩り成功です。ハイエナが現れました。ハイエナは相手がメスライオンの群れなら全くひるむことなく獲物に近づき横取りしていきます。この時がオスライオンの出番です。ハイエナから群れを守ろうとオスは激しく威嚇します。さすがのハイエナも逃げ惑うばかり。オスライオンの一撃に命を奪われるハイエナまで出てしまいました。ネコ科の本能的な能力である狩りをあえてやろうとしないオスライオン。オスはメスと子供たちを安全に守り抜くことで自分の遺伝子を確実に未来へと残すのです。百獣の王ライオン、彼らは一体どんな動物たちをどれくらい食べているのでしょうか。6頭の群れを1年間かけて調べたデータがあります。獲物の中で一番多いのが体重250キロ近いヌー。1年間に107頭、獲物のほぼ半分を占めています。体重300キロもあるシマウマは33頭。体の大きなライオンは獲物も大きいものを狙わないと効率がよくありません。大型の獲物が取れないときはトムソンガゼルのような体重の軽い動物も狙うことがあります。他にはアフリカ水牛を年間に12頭、体重1トンほどもあるキリンも9頭を襲っています。単独行動というネコ科の特徴を捨ててあえて群れを作るライオン。その戦略が功を奏し大量の獲物を得ることに成功したのです。まさに百獣の王として平原に君臨しています。すごいですね。平原にあえて飛び出していった猫の仲間たち、そしてそこで身につけた洗練された狩りの技、なんかこうそれぞれが一芸を身につけながら生存競争に勝ち抜いていったってことがよくわかりますね。あのチーターの場合なんたって早いですよね。早いこと時速110キロですよ。あれにはびっくりしました。そうですね、高速道路の車より速いんですから、あれにはかないませんね。
それからヒョウ、ヒョウの場合は何といっても木登りですね。どうしてあれだけの獲物をこう軽々と木の上に上げることができるのか、脅威としか言いようがありません。平原にいながらもともと森で進化してきた特性を生かしていますよね。そしてライオンの場合、あの集団生活、百獣の王がこの群れを成しているって、あの迫力はすごいですね。それにしてもオスのライオンはハンターのはずなのに狩りもしないで悠然としてるんですね。なんか私もオスとしては羨ましい限りです。虎のように一生懸命狩りをするオスがちょっと気の毒にも見えてきます。私はてっきりライオンが猫の仲間の保守本流だと思ってたんですが、実は平原にあえて出ていき、そして単独行動という猫の性質も捨てて群れを作るという、むしろこう一番変わったタイプの猫、こういうことにはびっくりしましたね。本当ライオンっていうのは猫の仲間のアリウだったっていうことがびっくりしました。しかもとっても面白い話があるんですね。こんなライオンと最も猫らしく森で進化を遂げてきたこのトラ、顔も随分違うような気がしますよね。実は頭の骨はこのほとんど見分けがつかないぐらい同じだというんですね。ネコ科の最大の牙と、その牙を敵に突き刺すための顎のこの頑強な形、狩りを極めるにはこの形しかないという骨格になっているんです。平原と森の王者はいくら狩りの仕方が違っていても、猫は猫、やっぱり究極のハンターなんですね。究極の肉食動物に進化した猫の仲間、しかし肉しか食べられないということが災いして、絶滅の危機が訪れています。インドの中央部にある虎の生息地、バンダハガル国立公園です。ここでは虎を増やすため保護区を作り、一般の人の立ち入りを禁止しています。保護政策が始まって30年、虎の数はおよそ50頭にまで回復しました。ところが虎の数が増えたことで困った問題が発生しています。獲物となる動物の絶対的な不足です。保護区の中では獲物の奪い合いすら起こります。この虎は別の虎の獲物を横取りしてしまいました。虎一頭が獲物を確保するには最大で10キロメートル四方もの森が必要だと言われています。密猟を禁止して虎の数が増えたとしても、獲物となる草食動物が増えなければ肉食の虎には死が待ち受けるだけなのです。しかもさらに難しい問題も出てきました。獲物を取れなかった虎が保護区域の石塀を乗り越えて近くの村に現れるようになったのです。虎が狙うのは家畜です。ここバンダハガル国立公園の周辺では毎月平均7頭の牛や水牛が虎に襲われ殺されています。ハンターである虎は家畜を襲い、その肉を食べる以外に生き延びる手立てがなくなってしまったのです。野生の虎を守るためには森全体を豊かにして草食動物を増やすという息の長い取り組みが必要なのです。ハンターとして特殊化しすぎたゆえの猫の仲間の悲劇。世界に35種いる猫科動物のうち実に26種が絶滅の恐れがあるとされています。
究極の狩りを追求して進化を遂げてきた猫の仲間たち。彼らを絶滅から救うことができるのかどうか、それは私たち人間の手に委ねられているのです。